心と体の健康について考えるコーナー、元気のツボ。今回は風邪の嘘本当をお送りします。皆さんこんにちは。心と体の健康について考えるコーナー、元気のツボ。今回は風邪の嘘本当についてお送りします。宮崎先生、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速なんですが、風邪とは一体何なのか教えていただけますか？はい。これからの季節、よく皆さん風邪をひいたと病院に来られます。風邪というのは明確な定義があるわけではありませんが、一般的に喉の痛み、咳、鼻水、発熱、時には下痢などの症状がある場合に、自分は風邪をひいたと認識される方が多いようです。風邪との自己診断で病院に来られる方の9割は喉、鼻のウイルス感染症が原因です。ウイルス感染は人から人にうつり、その多くは数日で自然に治ります。このウイルス感染を狭い意味での風邪と定義しています。そして喉の痛み、咳、鼻水の3拍子が揃っていればウイルス感染症とほぼ診断できます。一方で風邪だと自己認識される方の残りの1割の中には、肺炎、溶連菌感染症、副鼻腔炎、中耳炎などの細菌感染症が含まれます。ウイルス感染症と細菌感染症は治療が全く異なりますので注意が必要です。それでは風邪の治療方法について教えていただけますか？はい。まず重要なのは、ウイルス感染症はほとんどが自然に良くなるということです。水分、栄養、ビタミン、睡眠をよくとって療養することで体の自己治癒力が高まり、治りも早くなります。いわゆる風邪薬として薬局で売られている薬は、あくまで熱、痛み、咳、鼻水などの症状を和らげる薬で、風邪を治す効果はありません。それどころか熱さまし、痛み止めの薬を使うことで治りが遅くなることが分かっています。これは病院で処方されている総合感冒薬や解熱鎮痛薬でも同じです。熱さましの入った風邪薬はその場の症状を楽にするためのものであって、治すものではないと理解した上で使っていただきたいと思います。一方で漢方薬を適切に使えば、ある程度風邪の期間を短縮できることが分かっています。また明らかにウイルス感染症と分かっている場合は、抗生物質は全く効果がありません。その一方で肺炎などの細菌感染症は抗生物質による治療などが必要となる場合がありますので、医療機関への受診が勧められます。よく分かりました。それではどのような場合に受診すればいいのでしょうか？はい。ほとんどの風邪はウイルス感染症で自然に良くなりますので、必ずしも医者にかかる必要はありません。ウイルス感染症を示唆する3つの症状である喉の痛み、咳、鼻水が全て揃っており、大きな持病のない体力のある方は自宅療養していただけると思います。通常のウイルス感染症では発熱は3日ほどで治まり、咳は3週間以内に治まります。熱や咳が予想以上に長引く場合には受診をしてください。また持病があり体の抵抗が弱い方、高齢の方、ウイルス感染症を示す3つの症状が揃っていない方、もしくは息切れなど他の症状がある方も、細菌感染症の可能性がないかどうか見てもらった方が良いでしょう。明らかにウイルス感染症だと思われる方でも、
漢方治療を受けたいということであれば受診していただくと良いでしょう。よくわかりました。それではこれからの季節、風邪をひきやすくなると思うのですが、予防法などはありますか？はい、予防にはうがい、手洗い、マスク、加湿などが挙げられます。まずうがいについて説明します。日本にはうがいという素晴らしい習慣があります。実は欧米など海外ではあまりうがいの習慣がありません。このうがいについて最近大変興味深い研究がされました。うがい薬でのうがいと水でのうがいに効果があるかというものです。結果は水でのうがいは風邪を予防するが、うがい薬では予防効果が見られないというものでした。次に手洗いですが、風邪はウイルスという目に見えない微生物によって引き起こされますので、家に帰った時、食事の前などこまめな手洗いをすることによって手についたウイルスが体に入り込むのを減らすことができます。またマスクについてですが、市販のマスクは目が粗いため小さな粒であるウイルスを完全に遮断することはできませんが、息を加湿する効果もありますので、風邪をひいた方、その周りにいらっしゃる方がマスクをするというのは意味があると思います。最後に加湿について説明します。冬場は空気が乾燥します。乾燥した状態では喉の粘膜にウイルスが繁殖しやすくなり、風邪をひきやすくなります。部屋を加湿することは風邪の予防に効果があり、また風邪をひいた後も症状の緩和にも役立ちます。よくわかりました。今回の元気のツボは風邪の嘘本当について宮崎先生に説明していただきました。宮崎先生、ありがとうございました。ありがとうございました。